リバプール遠藤航さんと212億の男カイセドさんを比較したらこうなった。遠藤のコスパが良いのか、カイセドのコスパが悪いのか、ブライトンにいた方が良かったろ、それでビッグクラブ移籍で良かっただろ。カイセドチェルシー行ってから見てないけど、何があかんのやろ、ブライトンの時めちゃ良かったのに。まあ総合的にどっこいどっこい。まあカイセドはまだ若いからね、これからだよ。海鮮丼くんも全然良いけど、チームがチームなせいで評価されてないのかわいそう。カイセドがリバプールに行ったらもっといい成績残せたってことだね、コスパ的に遠藤大当たり。せっかくこの論争収まってきたのにまた燃やすのなんなん、チェルシーのカイセドもいい、リバプールの遠藤もいいで良くない？今のチェルシーの状態でこの数字残せるならやっぱスーパーだわカイセド。普通にウィンウィンじゃね、金額はアホやと思うけど。